桃助です。今日はですね、2017年のサマーバケーション、SV2017 ということで、このイベントはね、毎年夏に開催される市民ラジオの移動運用イベントです。で、毎年北海道に来てるんですけど、今日はこちら、北海道のサロマ湖の、湖畔ですね。まあ、サロマ湖ってなんかこう、これ多分海がこう砂で締め切られた湖だと思うんですけども、そのちょうど札の上にあるね、漁港に来てます。はい、今日はねお泊まり運用で、車中泊しながらね、このサロマ湖畔から運用して、ちょっとねコンディションが、今一歩なのが気になるところですが、この後ねちょっと運用を始めて、明日までね、サロマ湖で SV 楽しんでいきたいと思います。どんなコンディションになって、どんな更新ができるのかね、楽しみです。それじゃあ行ってみましょう。京都熱36、こちらは長岡ホテルロムユ420、長岡 HR420 ポータブル8、京都 N36 どうぞ。長岡ホテルロメオ420、長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブル8、京都 N36 どうぞ。了解です。京都 ON36、 こちらは長岡 HR420 北海道湧別町移動、レポートオールソー51、同じく51ハロー、CQ11m、 こちらは長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブル8、北海道湧別町移動受信します。長岡 HR420 ポータブル8、三重アルファチャーリー136回、どうぞ。了解です。三重 C130 レポート5353、5353北海道湧別町です、どうぞ。了解しました。 5392QSL こちらからオールソー53、オールソー53、安定してますね、どうぞ。チャンネルチェック、今週もございませんか。はい、8チャンネルお送りします。 CQ11m、 CQ11m バンド、こちらは滋賀アルファズール79、
滋賀アルファズール79、滋賀 AZ79 ポータブル8、北海道北見水道です。有感センサーございましたらコールください。 CT11m 滋賀 AZ79 ポータブル8北海道北見水道受信します。787、三重 AN787、5151、5151、三重 AN787、5151、どうぞ。はい、セントレア了解、セントレア了解です。こちらからは、こちらは、北海道湧別町。北海道湧別町佐野湖畔でした。73。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さらにいらっしゃいますか。請求11m、こちらは長岡 HR420 ポータブル8受信します。愛知 AC556、 愛知 AC556、 5151、 5151、 愛知 AC556、 5151、どうぞ。はい、52了解、52了解です。愛知 AC556、こちらは長岡 HR420、北海道湧別町佐野湖畔でした。73。はい、了解です。浜松 AF59、浜松 AF59、レポート5151。5151、浜松 AF59、5151、どうぞ。はい、了解です。オールソー 51QSL、 オールソー 51QSL、 浜松 AF59、 こちらは長岡 HR420、 オールソー51了解です。ありがとうございました。73。アタクシーブラボーブラボー4、アタクシーブラボーブラボー434、取れました。どうぞ。了解です。浅口 BB434、 浅口 BB434、 5353、 5353、 浅口 BB434、 5353、どうぞ。了解です。こちらの方が浅口 BB43 です。こちらには5353、5353、こちらの方岡山県倉敷市、はい、倉敷市ですね。倉敷区から53、ありがとうございます。こちらは北海道湧別町、北海道湧別町からオルソー53でした。ありがとうございました。どうぞ。はい、分かりました。ありがとうございました。頑張ってください。失礼します。ありがとうございました。73。はい、失礼します。ありがとうございました。さらにいらっしゃいますか。こちらは長岡 HR420 ポータブル8受信します。アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね
いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。